マリノスサポーターの皆さん、今シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。本日の開幕は13時3分です。それではサンフレッチェ広島選手の紹介をいたします。ゴールキーパー31番大澤圭介、ディフェンダー2番野上優希、ディフェンダー6番荒木大和、ディフェンダー19番佐々木翔、ディフェンダー24番東俊輝、ミッドフィルダー15番藤井裕也、ミッドフィルダー8番川辺大和、ミッドフィルダー6番青山俊弘、ミッドフィルダー14番エゼキエウ、フォワード9番ドーグラス・ミリンガ、フォワード35番ジュキオミサキ、ミッドフィルダー10番堀島司、ミッドフィルダー18番柏吉文、ミッドフィルダー25番ジャジマン、ミッドフィルダー29番アサルミュー、ミッドフィルダー30番柴崎光成、フォワード23番鮎川俊、そして監督は城福博。以上、サンフレッチェ広島スターティングメンバーサブスティテーションの紹介でした。ここで本日の審判団をご紹介いたします。レフリー今村義郎、アシスタントレフリー山内博士、浜本裕介、放送室大塚健一、ビデオアシスタントレフリー佐藤裕二、アシスタント